皆さんこんにちは、夢光くんです。皆さんこんにちは、ツッコミくんです。夢が3つで夢光だから、それってロケ光のパクリだろう。今日は3つの夢の1つ、乗り鉄系移動が車窓鉄、国鉄 JR 完全踏破の旅スタートのお知らせです。国鉄ってそれに字幕にあるSINCE1981とは？そう、物語の始まりは1981年、昭和56年からです。おい、昔話かよ。今さらそんな大昔のことを公開して一体何になるんだよ。昔の画像も年齢が言っている人には、そうそう、あの頃はこんな感じだったよなって懐かしく振り返ってもらえるし、逆に若い人には新鮮に映るんじゃないですかね。実は夢光くん、ある男性から頼み事をされてまして、その人を仮に厨房羅くんと呼ぶことにします。その厨房羅くんが言うには、私の家にはもう一生かかっても処理しきれないほどの今まで撮ってきた画像が山のように眠っている。その画像を埋もれさせたままにしているのは何とももったいない。これらの画像を何とかして世に出したいのだが、私は忙しい。そこで夢光くんに画像を託すから、私に代わって編集して画像を世に出してほしい。 YouTube に投稿して得られる広告収入がお礼ということで頼みたい。内容は夢光くんの旅日記として発表してもらって構わない。つまり私が成してきたことを夢光くんが成してきたかのように語ってもらって構わない。私の人生経歴を夢光くんの人生経歴として語ってもらって構わないということだ。そういう設定の方が私は面白いと思うんだよ。託した画像や文章、旅の記録を自由に使ってうまく構成してもらいたい。そう厨房羅くんに頼まれたのです。そういうことで、ここから先は夢光くんが厨房羅くんになりきって、ウルトラマンが隊員に乗り移ったように夢光くんが厨房羅くんに乗り移り、いや、厨房羅くんを夢光くんの中に乗り移らせかな。ま、ともかく一心同体となって夢光くんイコール厨房羅くんで演じていきたいと思います。車窓鉄、国鉄 JR 完全踏破の旅は、そういうコンセプトでやっていきますので、ご了承ください。物語の始まりは、1981年、昭和56年からです。当時はまだ、個人用ビデオカメラなどありませんでした。まあ、正確には、個人用動画には、8ミリフィルムがあったようですが、8ミリフィルムは金持ちの道楽であり、庶民の手の出せるものではないというイメージが一般的でした。よってしばらくは静止画オンリーの時代が続きます。その静止画も今のようなデジカメではなく、フィルム式です。フィルムには一般的に12枚撮り、24枚撮り、36枚撮りの3種類がありました。つまり最高でも36枚撮ったら交換しなければならないということです。フィルムは1本36枚撮りを850円で買っていたという夢光くんの記録が残っています。そしてフィルムは撮影し終わったら写真屋に持って行って現像してもらわなければなりません。その時にまた現像代とプリント代を取られます。その代金は店によって差があり、夢光くんの手元に残っている資料の範囲では約1100円から1500円にかけての金額を請求されていたようです。つまり昔はたかだか36枚程度の静止画を撮影するのに2000円前後かかっていたということです。しかも誤ってシャッターを押してしまった場合もやり直しはできません。1枚分消滅となります。その上、うまく写っているかどうかは現像してみるまでわからないのです。大変な時代でしたよ。昔は今のように枚数を気にせずに画像を撮りまくるなんてことはできなかったんですから。
だから当時は今のように旅の始めから終わりまでの様子をカメラで追っていくなんて習慣はプロのカメラマンでもない限りほとんどの人は持ち合わせていなかったように思います。目的の観光地で記念撮影、旅館で宴会中に1枚、必須はこの程度でしょうね。あとはおまけで看板とか鹿とかと一緒にとか、そのくらいでしょうか。日本海側の都市で観光地でもないところを撮影していようものなら、かの国のスパイ容疑がかかってしまっていたような時代ですから。ですから車窓鉄、国鉄、JR、完全踏破の旅も最初のうちは画像が非常に少ないです。また夢光くんは自身を乗り鉄の中でも車窓鉄に分類されると自己分析しています。列車の車両のことよりも列車から景色を眺めることが好きな水凶なやつなんです。初期の段階ではこの傾向が顕著に現れており、鉄道ファンであるにもかかわらずあんまり列車を撮影していません。でも回を追っていくごとに列車や駅舎とかも撮影していくようになり、画像の数も増えていき、いずれは動画の時代に突入していくので楽しみにしていてくださいね。それではここで車窓鉄、国鉄、JR、完全踏破の旅に大きく関連するいい旅チャレンジ2万キロというものについて説明しておきましょう。いい旅チャレンジ2万キロ、それは1980年昭和55年3月15日から10年間開催されていた国鉄のキャンペーンのことです。その内容はキャンペーン参加者が国鉄の路線を乗り潰して行き、全路線の環状を目指していくというもので、10線区、20線区、30線区、40線区、50線区、80線区、100線区、150線区、全路線環状と、区切りのいい路線数を乗り潰すたびに景品がもらえるといった趣向です。ルールは、路線の起点駅と終点駅で駅名表と共に写った自分の写真を所定の申告書を添えてキャンペーン事務所に送ることで、その路線を乗り潰したことが認定され、認定証などが返送されてくるといった流れです。前述したように区切りのいい路線数を乗り潰した時点で景品が授与されます。当キャンペーンでは路線の起点駅と終点駅で写す駅名表と共に写った自分の写真を証明写真と呼び、これから乗り潰しに挑戦することをチャレンジ、路線を乗り潰したことを踏破と呼んでいました。まあ路線の起点と終点で駅名表と一緒に写っただけで本当にその路線を踏破したという証明になるのかという疑問、ツッコミは残りますが、そんな細かいことは追求しないおおらかな時代だったということでしょう。踏破の対象となる路線とは線路戸籍上の正式な線区のことを言い、路線の起点終点も正式な区間の起点終点ということになります。例えば山手線の場合、路線は品川から新宿を経由して田端までの区間が山手線であり、証明写真は品川と田端で写す必要があります。ちなみに田端東京間は東北本線の一部、東京品川間は東海道本線の一部という扱いになり、京浜東北線のような系統路線は踏破の対象外となります。また青函、宇高などの連絡線も対象外、国鉄バスの路線も対象外です。新幹線は独立線区とみなされ踏破の対象とされました。ただし東海道新幹線と山陽新幹線は合わせて一つの線区としてカウントされました。ルールは他にもまだたくさんありますが、残りは本編にておいおい紹介していこうと思います。ちなみに本編では当時を現在進行形のように語るスタイルでやっていこうと考えています。つまりレポート風ではなく日記風ということです。なのでいちいち当時はこうでした的な注釈は入れないので、本編で出てくる情報を
現在の情報と勘違いしないでくださいね。列車の台や使用されている車両の形式、駅や町、車窓の描写は大昔の情報です。いい旅チャレンジ2万キロの2万キロとは、キャンペーン開始時の国鉄の営業キロ数が約2万キロ強あったところから来ています。キャンペーンは途中、国鉄の分割民営化を挟んだ後 JR に引き継がれ、1990年、平成2年3月14日をもって終了しました。キャンペーン開始時には242線区あった路線は赤字ローカル線の廃止などにより、キャンペーン終了時には167線区にまで減っていたということです。鉄道ファンの間に乗りつぶしという趣味を広めるきっかけとなったいい旅チャレンジ2万キロキャンペーン、そのいい旅チャレンジ2万キロキャンペーンを世に広めるきっかけとなったのが、1980年から翌81年にかけてフジテレビ系列で放映されていたいい旅ときめき本線チャレンジ2万キロというクイズ番組です。その内容は毎週国鉄のどこかの路線を取り上げて、レポーターが実際にチャレンジ2万キロをやってみせる、つまりその路線の乗りつぶし踏破を行いつつ、世界不思議発見のようにその沿線にまつわるネタをクイズとして出題していくといった趣旨の内容でした。夢光くんもその番組を見て、いい旅チャレンジ2万キロキャンペーンのことを知りました。そして夢光くんもいい旅チャレンジ2万キロ国鉄全線踏破にチャレンジしてみたいと思い立ったわけです。いい旅チャレンジ2万キロを始めるには、まずその会員にならなくてはいけません。そしてその会員になるには、まずいい旅チャレンジ2万キロときめきの踏破パスポートという本を手に入れ、その本のページの一辺片隅にある申し込み書を切り取って申し込まなければなりませんでした。しかしそのいい旅チャレンジ2万キロときめきの踏破パスポートという本が、いろんな書店を探してみたのですが見当たりません。するとある日、夢光くんのお父さんが夢光くんに、旅行雑誌旅の手帳の紙面の一角にこの本の記事が掲載されているのを発見して、その記事の切り抜きを夢光くんに渡してくれました。いい旅チャレンジ2万キロときめきの踏破パスポートは、駅の売店キオスクに置いてあることに気がつき、キオスクに行って買い求めました。1981年昭和56年夏、国鉄路線完全踏破を目指し、いい旅チャレンジ2万キロに挑もうとする一人の少年がいました。それでは、車窓鉄国鉄 JR 完全踏破の旅、ご視聴よろしくお願いします。星のように近づくと消える時は、遠くで眺めてるだけなら